煙突掃除人眼の症例の水彩が、セイバーソロミュー病院医学部医学生のホレス・ベンジ・ドーベルによって描かれた。煙突掃除人眼は、陰嚢の皮膚にできる、扁平状皮癌の一種で、別名、ススイボとも呼ばれた。これは、最初に報告された、職業病の眼であった。1775年にパーシバル・ポットによって、最初に特定された。 当初は煙突掃除人の間で流行していたことから命名された。煙突掃除人の癌は陰嚢皮膚の扁平状皮癌で、すす粒子による刺激によって引き起こされる幽生は切除されない場合、陰嚢癌になった。その後、腫瘍はアサイン脳筋膜に侵入し、抗癌侵食して、静作から腹部に進行して、そこで致命的な病相となる。 煙突掃除人癌は1775年にパーシバルポットによって最初に発見された。パーシバルポットは癌がススへの職業的暴露に関連していると仮説を立てた。癌は主に幼児期からススと接触していた煙突掃除人に影響を及ぼした。ある論文では症状が現れた年齢の中央値は37.7歳だったが8歳の少年が この病気にかかっていることも発見された。体を滴たる汗が原因で、すすが陰嚢のひだに蓄積し、その結果生じる慢性刺激から陰脳がんが引き起こされることを1890年に W.G. スペンサーが提唱した。しかし、これは顕微鏡のスライドにシミをつける方法により、誤って生じた人工的なものであることが示された。1922年、 ロンドンの外ズ病院の研究医であるアールデイパシーは、ススから作られた抽出物を塗り続けたマウスが悪性皮膚腫瘍を生じさせ、ススに発がん性物質が存在することを発見した。1930年代に、ロンドンのがん病院研究所のアーネスト・ケノウェイとジェームズ・ディー・クックは、 強力な発ん物質であるススに存在するいくつかの打感方向族単化水素を発見したベンゾ、アルファピレンなど。DNA は、グアニン、アデニン、シトシン、チミンの4つの塩基の配列で構成され、デオキシリボ核骨格に結合して遺伝子を形成する。ベンゾ、アルファピレンは、DNA のデオキシグアノシンと、相互作用し、DNA に損傷を与え、 発言物質である可能が指摘されている。この病気は主に英国独自の現象だった。例えば、ドイツでは煙突掃除人はぴったりとフィットする保護服を着用し陰謀の仮面にすすが溜まるのを防いだ。一方、英国の煙突掃除人の少年はズボンとシャツだけを着て煙突の中に入る時には裸だった。外から挿入して、 煙突掃除ができる掃除ブラシが導入される前のイギリスでは煙突掃除人の親方は給品員から見習い少年を連れてくるか両親から人身売買で買って煙突の中に入り込んで掃除をするように訓練していたドイツでは煙突掃除人の親方はギルドに属して子供を働かせていなかったイタリア、ベルギー、フランスではクライミングボーイと呼ばれた 煙突掃除人の少年が働いていた。4歳の少年は非常に狭い作りの厚い煙突に入り込むことができ、作業は危険で、沿道に詰まったり窒息したり焼け死んだりする危険があった。男の子たちはすす袋の下で眠り、めったに体を洗わなかった。1775年以降、少年たちの福祉に対する懸念が高まり、 議会法が可決されて制限され、1875年に少年を働かせることが禁止された。事前家であるシャフツベリー教が後のキャンペーンを主導した。米国では黒人の子供たちが雇用主に雇われ、同じように使われ、1875年以降も煙突掃除を続けていた。サーパーシバルポットは英語だった、下界の創設者の一人整形。 および癌が,が環境によって引き起こされる可能性があることを実証した最初の科学者の発癌物質。1765年に彼は王立外科医大学の前身である常屋外科名誉組合のマスターに選出された。これはポットが1775年にススエの暴露と煙突掃除人の癌の高い発生率の関係を見つけた功績によるこの発見は ガンと発ガン物質と食用病の関係性の発見であり、ポットは悪性腫瘍が環境発ガン物質によって引き起こされる可能性があることを示した最初の人物だった。ポットの初期の調査と疫学の研究は1788年の煙突掃除人法の成立に貢献した。パーシバル・ポット卿は煙突掃除人のガンについて次のように説明している。 それは常に陰脳の下部で最初に発症する病気であり、表面的な痛みを伴う散発的な苦痛を伴う痛みを引き起こし、時々鋭い痛みが伴う。それほど長い時間がかからずに、皮膚や浅い脳を筋膜へ浸潤する。そして陰脳の膜へ腫瘍が拡大するにつれ抗がんが侵され、硬化していき完全に機能を失う。そこから腫瘍は、 制作の流れを通って腹部へとガンが進行する。ポット卿は少年の人生についてコメントした。少年たちの運命は非常に過酷なようだ。彼らは非常に残忍に扱われる。彼らはあざができて焼けて窒息寸前になりながら狭く時には熱い煙突に登らされる。そして思春期になると最も辛く痛みを伴う致命的な病気にかかりやすくなる。 発癌性物質はコールタールであると考えられており、おそらくヒ素が含まれている。パーシバルポット卿はこの問題についてこれ以上の論文を書いていないが、臨床報告が現れ始め、ポット卿が言ったように他の人々もそれが何であるか理解せざるを得なくなった。思春期後に発生するため、一般的に患者は性病と癌の両方にかかり、外科医は性病として水銀。 使用で治療した。この病気の前には通常陰脳に性病のような変化が現れた。これは煙突掃除人がススユーゼーと呼んだものだった。これらは良性腫瘍の可能性がある。煙突掃除人は割り箸のようなもので腫瘍を挟み、ポケットナイフで腫瘍を切り落とすことによって自分で手術することがよくあった。一例として彼は 割り箸のような木の棒でつかみ、紙ソりで切り落とした。彼はそれはそれほど苦痛ではなかったと述べた。彼は翌日仕事を再開した。しかし、病変が悪性になった場合ははるかに深刻だった。患者はしばしば医療を受けるのが遅れ、彼らが医者を訪ねた時には多くは恐ろしい状態にあった。28歳の煙突掃除人が1825年にジェフリーズ医師を訪ねた時、 ジェフリーズは彼の病状を次のように説明している。痛みは陰謀の左側全体と大腿部の内角を占め、肛門から会腸の後部と下突起まで伸びており、男性の手のひらぐらいの面積を犯していた。高血と硬化した肛門のひだは見るに耐えない、非常に不快な気迫血液脳を排出する。左の肛丸は完全に露出しており、その中心から突き出ている。 左の素形部には、ガチョウの卵のぐらいの大きさの硬化した線の塊があり、右の素形部では可能しているように見える。同様に、同じ悪性所見のハンクラウンの大きさの陰部海洋があった。この腫瘍の出現にもかかわらず、男性は痛みを感じておらず、彼の唯一の不満は、入院の約10日前に素形部から出血し、1パイントの血液を失ったことだった。 しかし、これでも彼の体調に大きな影響を与えることはなかった。治療法は主要切除手術を行う。麻酔薬が実用化される前は外科医にとっては簡単な手術だったが患者にとっては恐ろしいものだった。ヒ素の塗り薬を含む代替治療も提案された。この癌の本当の原因は1922年にすすに弱い発がん性物質が含まれていることが 発見されるまで未確認だった。そして最も広くルフした理論までそのすすの中に閉じ込められたシ死腕狼のこれは一般的な刺激を引き起こした。煙突掃除人は体を清潔に保つことを知らず正気を洗ったことはないと想定されていた。1790年にジェームズ・アールによって記録されたサイレンショーの犠牲者は8歳だった。数十年後、 カスプラントとオイルシェールの労働者の間で発生することが分かり、多官方向続炭化水素として知られるタール、スス、油の特定の成分が、実験動物にガンを引き起こすことが後に発見された。関連するガンである、ラバ防水体のガン種は、急速に回転する、ラバ防水体を潤滑するために使用された、シェールオイルの発ガン性外有量が原因だった。ありがとうございます。